この物語ってお友達スナコちゃんが眩しい人たちにレディへと改造されちゃうって流れみたいで頑張れ俺たち、やればできる。中原スナコを一人前の素敵なレディに。心が痛みます。目つぶってじっとして、いや、もう耐えきらないです。アボちゃん、せめて前髪を上げないと。そのままじゃ明日から学校に行けないよ。はい、前髪上げるよ。スナコちゃん、だってほっとけよ。何やったっててめえで変わる気がないやつはどうにもなんねえだろ。悠長なこと言ってる場合か。家賃どうすんの。ああ、こんな時なんだけど、俺たちの風呂壊れちゃった。変わりたくない、変わらなくていい。ねえ、どうしてそんなに顔出すの嫌なの。理由を言え。いや、言え。いや、言えたら言え。言ったら言え。したるぞ。3つ飾るぞ。3、2、1。昔好きだった男の子にブスって言われて。で、ね、それだけかい。私だってそれまでは人並みにニキビ気にしたりダイエットしたり鏡だって毎日見てた。なのにどうしようもないじゃない。何したって無駄なら最初から何もしない方がマシ。顔を気にすること、女の子でいること、みんなやめちゃえばいい。スナコちゃん、鏡なんか見なければ綺麗な子と自分を比べたりしなくて済む。そう考えたら楽しくて、一人きりって楽ちんなの。わかんねえな。たかが男一人だろ。もういいでしょ、出てって。はあ、前は人並みだったんだ。他人の言うことなど気にする必要ないのにな。それだけ好きだってことでしょ。しかしひどいこと言うやつがいるね。ブッサイクなやつに限って女の子にブスブス言うんだよ。ああ、もうこんな時間か。キョウヘイ、先風呂入っちゃうよ。でも入る気満々みたいだよ。2年間せっかく人様に顔をさらさずに来たのに、今さら前髪なんて切れるわけないじゃない。ああ、なんで私がこんな目に。なんでシャワーの音が。シャワー？びっくりして窓から飛び出したってわけ。同じ風呂使うって言ったけど聞いてなかったのかな、スナコちゃん。
聞いてなかったで済むか。まあまあ。でさ、恭平。なんだよ。見た？ね。いや、来た！来たね！すぐ飛ばさないでよ！来たよ、妻！って、あれは？気にしない、気にしない。お姫様たちのお出迎えだ。大丈夫？風邪ひいたんじゃない？なんだおってことねえよ。4人一緒に歩いてる！あの4人一緒に暮らしてるんでしょ？パラダイスじゃない？遊びに来たー！ミラノワール？そこが欲しいでございますよ、ヌ！ラセーヌ！マドレーヌ！ドクサール！イバーニャ！ヤマトメチラシゴスライシーサーズにもお泊まらせてくださいませ、ヌ！よー！ランマル様、ヌに呼ばいをかけ？ユキちゃんもアンヌに添い寝をし、タケナガ様アンヌのお背中を流し、キョウヘイ様アンヌに退場をかけしちゃったりしますんな。わたくしたち親衛隊の夢なんですわ、アンヌ。出ちゃった、ゴスロリシスターズ。軽々しくキョウヘイ様方アンヌに視線を送られてはムカつキングですわんぬ。そうですわんぬ、スワンヌ。キョウヘイ様、私たちを差し置いてあの方々のそばに許し難いですわ。だったら代わってください。何やら脳裏にまがまがしき情念の小玉が響き渡ったような。あー、地中かけヘルニオアシマスビロクロキ天使様。おおー、よーどーり。みんなおはよう。あ、ノイちゃん。俺たち先行くから、あと頼んだ。スナコちゃん、また後で。チュ、ああ、ノイちゃんが来たんじゃ勝ち目ないわ。そばにいて比較されたくないよね。自分の顔を見なければ比較なんてしなくて済むのに。ねえ、スナコちゃんって言うの？みんなにも教えてあげて。私、笠原ノイ、よろしくね。大丈夫？大丈夫です。綺麗な人を見るとこうなるだけでして。いねえよ、とっくに。何よ、その態度。俺はいつもこういう態度だろうが。可愛くない。おめえに言われたくねえよ。何よ、このふてくされ番長。なんて、なんて眩しい生き物。ほら、行くぞ。スナコちゃん、待ってね。なに、恭平様に金幕されるなどとは許すまじんで。キャスミニヘルからの灼熱の裁きよ。おーすおーす、料理料理。というわけで、あの彼女が転校生の中原すなこさんです。あの、すいません。これなんか教室寒くね、たたり臭くね、恨みムード漂ってね。誰、電気消したの？まさか。我が校の美少年4人と投稿した話題の転校生を取材に来ました。はい、顔見せて。やめて。彼らと並んで歩けるくらい可愛い顔なんでしょう。はい、顔見せて。あ、待って、美食おい、おんだ。明日の校内新聞一面トップは中原すなこの素顔だ。ここが一番落ち着く。今日からお世話になります、中原すなこです。皆さんよろしくお願いします。嬉しい、あの眩しい人たちとは別のクラスだ。学校万歳。はあ、なんだって？これ見たか、すなこダービー、謎の転校生の素顔を激写した者には賞金10万円を進呈。マジ？これって俺が取ってもいいわけ？悪い冗談だぞ、恭平。ま、そのうち収まるだろうけどな。ラムル君、
まあいいベイビーたち、ちょっと待ってて。待て中原さん、一枚でいいから。お、中原すなこちゃん、おうぜ、いようぜ。待って、取らせて。どうして、どうして誰も私を持っておいてくれないの。ここでしばらくは。あなた、随分と殿方に人気が悪いにゃ。あ、ありんね。私たちのプリンス様たちのみならず、一般男子にまでチヤホヤされてそぞかし。今期もよろしいかと存じます。わんにゃ。気分なんか良くないです。それはそれとして、てかマジチヤムカつくし。背徳のガクロクさん、あんたわざと顔隠して男の気引いてんだろ。目立ってんじゃねえよちゃっかりよ。目立ってる私が足りねえだろこのペース。あたいらがその鬱陶しい前髪切ってやるから感謝しな。ちょやばだよこの女。黙れよ、やってやんだよ。目立ってる私が、目立ってる、そんなバカな私が、私が目立ってる。別にこんくらい。早く上着着ろよ。スナコちゃん、悪いけどこいつを連れて早退してくれる？責任の一端は君にもあるんだし。あれ？ちょ、重いんですけど、それ以前にポケクソロ？待って、なぜ恭平君を中原スナコか。俺たち一緒に住んでるから。こんな眩しい生き物と二人きりだなんて。何か召し上がられますか。いちご。眩しさ倍増。わかりました。30秒以内で。冷蔵庫まで30秒以上かかるのに。早く。いちごです。やっぱスポドリンを見た。スポーツドリンクです。
やっぱアイス、イチゴ味。アイスです、雪の上印ですが。やっぱヨーグルト、イチゴ味。ヨーグルトです、竹中印。ゼリー、もうやめて。焼きと肉、片付けば。わかりました。この上を触るな。何着替えと。パジャマ出せ。そこの服洗濯。はい。でもってイチゴ。僕の手先だ、キラキラ大魔王だ。はい、イチゴとスポーツドリンクとアイスとヨーグルトゼリーです。やっぱおかゆ作って。いっそのこと首絞めて死なしてしまおうか。悪かった。え、悪かったよ。昨日湯気で見えなかったから安心しろ。おかゆ。はっはーい、スナコちゃん。竹永くんに頼まれてお見舞い持ってきたよ。恭平くんの好きなイチゴ。ないちゃんって人、お願い代わって、看病代わって。やーよ。でも暇だから話は聞いてあげる。はあ？恭平くんが眩しすぎてクラクラして鼻血止まんなくて、もうすぐ溶けて死んじゃう。それはそれとして、どうしてそこだけ枯れてるの。話の筋には関係ないです。嫌なの、あの人にだけは、あの人にだけは近づきたくないの。へえ、スナコちゃん恭平くんのこと好きなんだ。あ、それは違います。なんだ、つまんない。ブー。そうだ、あの生き物が悪いんだ。貧しい生き物がこの世に生息してることが悪いんだ。面白いね。スナコちゃんってどういう思考回路してんの。アダムのバカ、イブのバカ、 DNA のバカ、ルテカントルバスのバカ。わかんないけどさ、スナコちゃんも負けずに眩しくなっちゃえばいいじゃん。暗いのやめて明るくしてりゃいいのよ。それはあなたが眩しい生き物だから簡単に言えるのさ。あなたと私を同じ生き物として考えないでくださいな。そんなの逆の意味で身の程知れずってやつですね。何の努力もしてない人に言われたくねえわ。私なんて竹永くんに可愛いって思ってもらうために人の何倍も努力してんだよ。努力？レリーへの道。笑顔の素敵な女性になりたいとき、唇に力を込めてタコ口のう。その後は口の両端に力を込めて二の口。おや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 。待つ。ゆっくり正確にやらないと意味ねえわよ。痛くなったら休憩してね。は、竹永くん、私の笑顔どうかな。あ、うん、やってらんねえ。私スナコちゃんが羨ましい。毎日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 竹永くんの顔が見られてさ。竹永くんって学校では真面目でクールな雰囲気だけど、普段は家でどんな感じなの。わかりません、眩しくてよく見れないから。あ、そっか。のいちゃん、竹永くんのことが好きなんですね。うん、大好き。スナコちゃん、見た目なんてね、努力次第でどうにでもなるものなの。だからいつまでも暗闇背負ってないで頑張りなよね。それは元がいい人のセリフだよ。なんだこりゃ、醤油の蓋が上がってる。こっちなんて皿が丸ごと。努力しない私が悪いの、眩しい生き物が悪いの、違う、悪いのは神様だ。そういえばスナコちゃん、ノイッチ来た。ええ、おかげで悟りが開きましたわ。すごいなノイッチ、イチゴだけでここまで。何言ってんの、あのノイちゃんを使える竹永だってすごいじゃん。とっとと付き合っちゃえばいいのに。かなかな、いい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 な。うるさいぞ。いいな、本当にね、綺麗に生まれた人はいいよね。それは違うよスナコちゃん、あの子だってもともと綺麗だったわけじゃないんだ。ご覧、これがノイちゃんの中学時代の写真だ。うっそー。整形もしないで努力だけであんなに綺麗になったのさ。綺麗になろうと思えばなれるんだよ。頑張ろうよ、俺たち協力するし。もう誰にもブスなんて言わせないよ。スナコちゃん、神様に背いたというの。神様に
神様に背いて、神様に背いて、神様に背いて、神様に背いて。やっぱし怖いよ。しかしノイッチ、昔はこういう顔だったんだ。まるで別人だな。無論別人だ。さっき道でラブレターをくれたこの写真、手紙と一緒に渡されたんだ。ひどい詐欺じゃん。てかこの子の立場は。神様に、神様に背くか、光の中で朽ち果てるか、選択肢はそれしかないの。まる、病に侵されているのにこんなに眩しいなんて。大丈夫。汗をかいた、着替える。頑張ってください。私が朽ち果てる前に。落ち着いて。私が溶ける前に死なせ。私の青春を返して。私の暗い青春。スナコちゃんのカオス。闇に吸い込まれる。もうやだ。すぐに慌てろ、間に合わない。スナコちゃんお願いだからレディーになって。それが私に物を頼む態度。下がりなさい、ゲロ。女王様に進化してる。次回、ああ懐かしの暗い青春。私眠いし寝るね、おら。